どうもこんばんは、時刻は10時です。ということでね、お酒をね飲んでみたいと思いますね。これです。この前ね飲みましたけどね、博多の花、それのこういうのがありました。博多の花極上麦、大麦ですね、これね、国産大麦使用極上麦焼酎。どんなやつかな、情報は厳選した国産大豆を 100% 使用し、蔵人が長年培った経験と伝承された技で生み出したえりすぐりの原酒をブレンド、多様な原酒が織りなす芳醇な香りと麦の風味が生きたコク深く旨味豊かな味わいに仕上げた極上の麦焼酎です、という。博多の花のね、安いやつあるじゃない、麦、米、そばかな、あれはね、どこ行っても大体置いてあるでしょ。今もやってるんだけど、あんまり見かけないですよね、あれはね。で、この前飲んだあの高い方のやつですよね、それと同じ感じだと思うんですよね、これもね。二極化してるのかな、ここも。で、ちょっとね、調べてるんですけど、参考小売価格がね、1886円ね。これは税抜きなんですけど、意外に高いでしょ。でもね、今日スーパーに行ったら1200円以下で買いましたね。あ、これ1200円以下で買えるんだったら、これでいいかなと思いますね。飲んでみますね。とりあえず、博多の花、牧場。飲んでからつまみの方はね、考えたいと思いますね。はい、買って、またビニールの方はかけないとダメですか、衛生上良くないってか。ないのもありそうなんだけどね。はい、入れてみます。半分入れてみるか。半分までは入れてないか。はい、こんな感じですか。これは多いね、絶対に多いね、多すぎです。あ、香りがすごい、麦の香りがもうすでに。いただきます。これはね、アルコール臭が強いですね。コクっていうんでしょうかね、旨味っていうんでしょうか、そういうのは感じますね。淡麗じゃないですね、どちらかっていうと重い感じがします。そうだよな、極上麦って書いてあるだけあって、旨味を感じますね、これは。で、つまみの方はですね、これは月島もんじゃまんっていうやつですね。サックスで出てるやつね、サークル系サックス、これを買いました。限定みたいですよ。味の方はですね、なんだっけかな、明太もちチーズもんじゃってやつ、はい、食べてみますね。どんな感じですかね、開けてみます。こんな感じか、これらしいですよ。じゃあ食べてみますね。いただきます。チーズも明太もね、ソースが勝っちゃってね、あんまり味がしない、そばっぽい感じはしますけどね、もんじゃだったら、あのソースのね、味が。餅はね、ちゃんと入ってます。冷めてもね、ちょっと冷めてるんですけど、全然硬くなんない。香りを嗅ぐと明太の香りはするんですけどね、味がね、ソースですね、もうね、完全に。これですね、黒ホッピー、これ飲んでみます。よし、
コップに入れます。みんなに飲めないな、滑っちゃう。はい、お、あ、泡は出ませんね、やっぱり。それじゃいただいてみます。ああ、黒ビールっぽい。黒ビールっぽい。ロースト感はちゃんと出てます。いいですね。下町って感じするよな。もんじゃとさ、ホッピーだもん。年内にレビューは終わらないかもしれないですね。お酒ね、全部やらないかもしれない。あのインパクトがないやつがね。でお酒ってさ、飲むでしょ。で後で買えばいいやなんて思ってるとさ、なくなること結構あるんだよ。一期一会じゃないけど、なくなっちゃってやっと見つけたっていうのがあって、そんなレアじゃないんですよ。例えばこれとかね、これ最初に見かけて、ああ後で飲めばいいやと思ったらすぐなくなったんですよね。近所のスーパー3つぐらいからかなり離れたところ、ね、昨日見つけたんです。ああ、あった、買っとこうと思って。限定だからね、これ冬の。あとあれも見ないですよ、冬物語とかもやってるでしょ。手に入ると思うけどね、あの全然見ないですね。近所じゃ取り扱わないんで。結構ね、買うけど飲まないのありますよ。最近だってね、出たやつでね、買って飲んでないのとかね、これとかね、これ多分見てないと思うんですけどね、あんまり。これとかね、これまた最近出てたんですよ。これ IPA っていうやつ、これもまだ飲んでないです。この手の缶は俺嫌なんだよ。恵比寿と同じで滑るから冬、なんとかしてやる。あとね、手に入んなかったのこれね。これも後でいいやと思ったらなかなか見つけられなかったですね。これこれあるじゃない、これの対比みたいなの。だいたいね、似たのを出してくるじゃない。アサヒでしょこれ。サントリーだと多分これなんだと思うのね。わかりますかね、これ冬の香り、これ冬の乾杯、多分これがライバルだと思うんですよ。飲んでないですよ。はい、じゃあなんかコメント久しぶりに読んでみますかね。おろしとんかつ、なんかあるかな、わかるやつだよね。一郎は95年は四冠目前。そうですか。なんでしょうね、四冠の四っていうのはね。打点、盗塁、ホームラン、あとなんだっけ、ヒットか、安打ね。打点、盗塁、安打、ホームラン。トリプルスリーできなかったんだよ、したのか。トリプルスリーってだけど、な、決まってんだもんね、あのトリプルスリーのあのものが。この4つのうち3つ取ればいいっていうわけでもないんだよね、トリプルスリーの場合は。だからホームランと、ホームランと打点と盗塁でしたっけ、なんかなんですよね。だから4つっていうのはすごいね。4つは指定じゃないでしょ、これじゃないとダメっていうやつじゃないよね。あと福井ならへしこがうまいぜ、うん、そうですね。へしこっていうのはですね、あのサバをあのぬかにつけたやつですね。新鮮なね、お魚が手に入らなかったですからね、福井とかあの辺は、真ん中の辺は、うん、長野もそうですよね。だからあのへしこっていうのは貴重でしたね、魚。これ美味しいですよ、あのお茶漬けにしてもいいしね、そのままつまみとしても美味しいし、あれば買いますよ。あの北陸に行くんで、
もう年末年始行く予約してるんで行くと思います。まあ部屋でなんか動画やるかもしれないですね、ホテルの部屋で。ゆず、ゆずね、皮はネットに入れて風呂に飲み終わった後のやつね。お前その皮ありますよ、この皮絞ったやつをですね、また焼酎につけて飲んじゃいましたね。いけますね、皮からあの味が出て。またねちょっとこれ入れとこうかな。いいな、2回ぐらいいけるでしょ。入れましたけど、ああ違うよ、こっちはそんな入るか。よし、うん、入れました、うん、これもう一回飲んで、飲み終わったらあのマーマレードにしようかなと思います。ゆずマーマレード。